猿の惑星、新世紀は、マット・リーブス監督、アンディ・サーキス、ゲイリー・オールドマン、ジェイソン・クラーク、ケリー・ラッセルをメインキャストに据えた2014年のアメリカ合衆国の SF 映画である。20世紀フォックスのオリジナル版、猿の惑星シリーズをリブートした2011年の映画、猿の惑星、創世紀の続編であり、フランチャイズ通算では8作目である。 人間と同様の知性、そして人間に頼らないエープとしてのアイデンティティを得た、チンパンジーのシーザー、一人の感染者から始まった、アルズ113ウイルスによる感染症、通称サルインフルエンザは、地球規模の感染を引き起こし、死亡を含む重篤患者を生むパンデミックとなった。各国の検疫体制は役に立たず、パニックと混乱のうちに人類は数を減らし、 お互いの殺し合いに発展し、人類による文明は崩壊した。一方、高い知能を手に入れた、猿たちは、シーザーが定めた、エープはエープを殺さないという掟の下で、ミュアウッズの森の奥に集落を築き、互いに助け合う平和な生活を送っていた。猿たちの生活は、シーザーの敷いた教育により、チームプレイでの大規模な狩りや、シュアメスランアルファベット、 高頭を交えた高度なコミュニケーションが可能なほどにまで発達しつつあった。そんなある日、猿たちの集落に武装した人間が侵入し、巡らしていた猿に怪我を負わせるという事件が勃発。偵察隊の報告からゴールデンゲートブリッジを渡った先のサンフランシスコのダウンタウンの一角の建築半ばにて放棄された高級ショッピングモールとマテンロー 人間の集落が存在することを知ったシーザーは、軍勢を率いて、人間の集落へ赴き、エープは争いを望まない。二度と近づくなと、互いの不可侵を宣言して去る。馬に乗り、言葉を使う猿たちの姿を目の当たりにし、人間たちは驚愕することとなる。それでもなお再び侵入してきた人間の一人、マルコムを捕らえ、事情を尋ねるシーザー。実は、猿の集落内に、 水力発電施設があり、燃料が突きかけていた人間たちはどうしてもそれを使用可能にする必要があった。知性を持った猿たちとの回線を考えるドレイファスの意見に対し、3日間だけの猶予を与えられたマルコムは作業許可を得るために技術チームと猿の集落を訪れたのだった。事情を組んだシーザーは悩みつつも、弱っている今こそ人間を殲滅するべきだという。 ボノボのコバからの震源を退け、マルコムたちに水力発電施設での作業を許可する。作業中の放落事故や禁止したはずの銃の持ち込み発覚、シーザーに反発したコバの乱入などのトラブルに見舞われつつ、マルコムの真摯な態度を信じたシーザーラザールの協力もあって、マルコムたちは作業を完了し人間のコロニーへ電力を供給することに成功した。一方、 かつて実験動物として虐げられた恨みから人間を信じることができないコバは自身の提案が却下されたことをきっかけにシーザーへのクーデターを画策する。人間から盗んだライフルでシーザーを狙撃したコバは密かに猿の集落に火を放つと一連の行動を人間によるテロ攻撃としてでっち上げ、シーザーの代理リーダーとして実験を掌握。 シーザーの息子ブルーアイズをはじめとするオスザルたちを先導し、人間の集落に対する戦争を仕掛けてしまった。ホートポイントにあったかつての軍の武器を奪ったサルたちの攻撃に対し、ドレイファスラ人間たちも反撃するが、怒りにもえ、数と勢いで勝るサルたちにはかなわず、あっという間に制圧された。その結果、人間たちの多くが捕虜として捕らわれる。 猿による人間の支配が始まったのだ。マルコムたちに助けられたシーザーが手術のために運び込まれた先はパシフィックハイツにあるかつて彼が育て親のウィルと幸せに暮らした家だった。だがそのウィルも猛古にはおらず、廃墟と化している。マルコムたちによる弾丸摘出手術を受け、シーザーは一命を取り留める。シーザーはウィルとの思い出に浸りながら重要な決断をする。 偶然、マルコムと遭遇した、ブルーアイズは、シーザーの生存を知ったことでコバから離反、シーザーの指示に従い、囚われの人間と仲間を解放し、コバを止めようと奔走する。コバたちが占拠した、マテンロに到達した、シーザーたち。シーザーは、群れの主導権を取り返し争いを収めるため、暴走するコバに直接対決を挑む。手追いのシーザーは、苦戦しつつも、 仲間の猿たちに銃を向けたコバを取り押さえ、なんとか勝利を収める。エープはエープを殺さないと命乞いするコバだったが、一戦を踏み外した彼をもはや生かしておくわけにはいかなかった。シーザーは、コバはもはやエープではないと突き放し粛清する。猿同士の闘争を終えたシーザー。しかしドレイファスたちが呼び寄せた人間の軍隊が接近しつつあり。 猿と人間の全面戦争はもはや回避不能な状況へと進んでいた。Wall was already started といって、マルコムとの新しい絆に別れを告げたシーザーは、この戦いがエープが種として生存するための闘争であると自覚し、勝利への決意を燃やす。カッコ内は日本語吹き替えニューオーリンズのランパートストリートに設置されたセット、猿、脚本剣制作のリック・ジャッファも、また、 創世記が続編の可能性を含んでいる件に触れ、我々は将来の続編のための土台を築きたいと願っている。他の類人猿などに関するあれこれについて多くの種をまこうとしていると述べた。創世記の公開後のインタビューでワイアットは、我々はこの後に68年のオリジナル版に続く映画の中で成長、進化したいと述べた。ワイアットはまた、 創世紀の8年後を舞台とし、新世代の猿が生まれ、シーザーとコバの関係の変化を掘り下げたいと述べた。2011年11月、アンディサーキスが創世紀の続編の契約を結んだことが発表された。報道によると、彼が猿のリーダーであるシーザーを再演するにあたり、7桁に及ぶ額の報酬が支払われる。2012年5月15日、前作に引き続いて、 リック・ジャッファとアマンダ・シルバーが執筆した脚本を書き直すためにスコット・ゼット・バーンズが雇われたことが発表された。2012年5月31日、20世紀、フォックスは続編のタイトルがドーンオブザプラネットオブザエイプスとなることを発表した。この時点での公開予定日は2014年5月23日であった。2012年9月17日、 ワイアットが2014年5月という公開予定日は、A、映画をきちんと制作するには不十分な期間であるために続編の交番を検討していることが報じられた。同年10月1日、クローバーフィールド破壊者のマット・リーブスがワイアットに代わって監督を務めることが報じられた。リーブスは当時新しいトワイライトゾーンの映画企画に取り組んでいた。10月18日、 ダイハード4.0のマーク・ボンバックがリーブスの下で脚本書き直しを行うことが報じられた。2013年6月20日、公開日は2ヶ月遅れの2014年7月18日に変更されたことが発表された。12月10日、公開日は1週間早い2014年7月11日に変更された。サンディエゴコミコンでの監督と 主要キャストワイアットが交番した後の2012年12月、ジェームズ・フランコは、現在ルパートは、その一部ではないので私は知らない。私の推測では、私の出演はないだろう。ルパートが交番して以来誰も私に、この件に関して話さないと語った。その後、マット・リーブスはフランコが、カメを出演する予定であることを明かした。創世期で、 レイチョール医学者のキャロライン・アラーヤを演じた、フリーダ・ピントウは続化編へ出演しないことが明かされた。2014年4月、イグンでフランコとピントウのキャラクターの運命について、聞かれたプロデューサーのディラン・クラークは、彼らは死んでいるだろう。彼らはウイルスの爆心地にいたと述べた。ただし、作中では説明されていない。2013年2月、ゲイリー・オールドマン、ジェイソン・クラーク、 コディ・スミット・マクフィーが主役にキャスティングされ、続編が一作目から15年後の世界を舞台とすることが報じられた。2013年3月、ケリー・ラッセルがキャスティングされた。同月、ジュディ・グリアがメスのチンパンジーでシーザーの恋人のコーネリア役キャスティングされた。撮影中にトビー・ケベル、エンリケ・ケムル・シアーのカーク・アセベドがキャストに加わった。2013年5月15日。 ジョッコ・シムズが軍人のワーナー役にキャスティングされた。撮影は2013年4月にブリティッシュ・コロンビア州キャンベル・リバーの街周辺で始まった。バンクーバー島のロケ地は映画に登場する森林や風景との類似性のために選ばれた。2013年5月にはニューオーリンズでの撮影が始まり、7月にはシックス・フラッグス、ニューオーリンズなどで行われた。 劇中で流れる曲はザ・バンドの代表曲ザ・ウェイト。2014年6月28日第36回モスクワ国際映画祭でクロージング作品としてプレミア上映が行われた。2014年7月6日時点でのロッテントマトズでは17件のレビューで支持率は94%となっている。メタクレティックでは7件のレビューで 過重平均値は90、100となっている。映画監督のジェームズガンは、2014年のお気に入りの映画12本に本作を挙げている。ボノボの研究をしている生家学者のスーザン・ブロックは、小バの殺害行為について、ボノボを抽象している。と批判している。2014年1月7日、スタジオアリーブスが3作目の監督を引き続いて担当し、 ボンバックと共同で脚本を執筆し、2016年7月29日に公開予定であることを発表した。自作でシリーズは完結することも発表。リーブスは1968年公開の猿の惑星の世界観につながる形の作品となると答えている。ありがとうございます。